今からビビリオバトルを始めさせていただきます。今回司会を務めるのは21世紀プログラム1年の高橋由紀と言います。ではまずビブリオバトルとは何ぞやっていうものを、まあ、説明していきたいと思います。知的書評合戦ビブリオバトルということで、ビブリオバトルというのは発表者が順番に1人5分で自分が紹介したい本を紹介していきます。でレジュメ等はなし、自分の本と自分の口と手振りだけで5分間しゃべって本を紹介してもらいます。で紹介された本についてその後2分間のディスカッションを皆さんでやってもらいたいと思います。そのディスカッションではもう皆さんが気になったことを、これから本を紹介してくれる21世紀プログラム生の皆さんにどんどん聞いてください。もうどんなことでも大丈夫です。ただし批判するということはやめてください。議論の中で見えてくる本の内容と参加者の人柄、そういったものを楽しんでください。そして最終的に発表者が紹介した本の中でどの本を一番読みたくなったかというものを、投票を行いたいと思います。投票は、挙手で行います。まあ、それを挙手で最多票を集めた本をチャンプボンとして決定します。でここで今回は21世紀プログラム生という、まあ、学生がやるんですけれども、高校生の方でも飛び入り参加 OK ですので、本を紹介してみたいという方いらっしゃいますか？他いらっしゃいますか？まあ、発表を聞いていくに行くうちにぜひ紹介したいという方がいらっしゃったら、まあ、発表の途中でもいいので自分のところに申し出てくれると嬉しいです。それではビブリオバトル始めましょうか。ではトップバッター富永さんお願いします。皆さんこんにちは、21世紀プログラム1年の富永と申します。今日ですね、高校生の方が多いと思うんですけれども、皆さん今まで、まあ、人によっては小学校からかな、こう中高と英語を勉強してきて、自分がなぜ英語を勉強するか考えたことは終わりでしょうか？もしくはなぜ勉強しなければならないのか、英語をね、教えてくださった先生はいらっしゃいましたか？で、まあ、中にはコミュニケーションのためだとか国際的な競争力を得るためとか、そういった、まあ、大きい目標とかはありますよね。ただあるんですけれども、やっぱり今の日本っていうのはその英語こそ至上とする主義にだいぶ傾いていっている気が私はとてもしています。で、まあ、バイリンガルはいいものであるとか、そういったイメージが強くて、皆さんその英語を勉強するって時にどうしても学校ではなぜそれをやるのかっていう目標っていうのは提示あまりされていなくって、ただただ英語上手くなりなさい、できるようになりなさいっていう風になってるんじゃないかなと私は思っています。それっていうのは多分、まあ、はっきりそれ意識しているかは別として、おそらくバイリンガルを目指すっていうような形なんだと思うんですね。そこで私が持ってきたのはこの本です。英語の企み、フランス語の戯れという本です。これは東大で、まあ、英文を専門としてらっしゃる先生とフランス文学を専門としてらっしゃる2人の助教授が語学、翻訳、文学をめぐってその営みの核心を語り尽くすという本です。専門書でもないですし、まあ、論文でもありません。ただその対談形式のとてもカジュアルな本なんですが、その代わりその言葉に言語に精通していらっしゃるお二人が言語をどのように扱うべきかっていうのについていろんな意見を交わされています。そういう本です。で、私はこれをこれからですね、大学に入って英語ももちろんやらないといけませんし、それだけでなく第二外国語というのも入ってきます。私はフランス語履修です、ちなみに。ただそうなんですが、なぜ英語を学ぶのか、なぜ第二外国語を学ぶのかっていうのをもう一度ね、大学に入る前に考えるきっかけとしてこの本をお勧めしたいと思います。と言いますのもですね、先ほど言ったそのバイリンガルとか英語至上主義って言いますけれど、バイリンガルってそれは憧れるかもしれませんけど、そうなんですよ、そんな簡単なものでもないし、いいものでもないっていう側面だって絶対あるはずなんですね。というのもここで本に書かれているのは、バイリンガリズムなんて軽々しく言うけど、人間にとって単一言語で同じ文法でものを考えられるというのは非常に安定した状態なんだと。で、もちろんだから安定していたいという気持ちはあって当然だし、しかも子供だったらね、
よほど強制して両方を使い分けるっていうようなトレーニングをしない限り、やっぱり嫌がるもの、嫌がって当然なんじゃないかっていう、そういう意見がまずそもそも書かれています。ただしやっぱり一生懸命英語を勉強してから、もしくは他の言語を勉強してから、その言語の、まあ、歌の歌詞なり新聞なりを見てみると、ちょっと意味が分かったりする、そういう瞬間の経験ってとても豊かな、楽しいっていう、本当に単純に嬉しいっていう気持ちがありますよね。それは絶対豊かな経験だし、そこで自力で世界の枠を広げていくっていう感覚、その自分の母国語の殻を破って出ていったところに他の世界があるんだっていう、それは非常に豊かなものだっていうことを繊細に感じ取るっていうこともきっと必要であろうと。それは教養としての言語ですよね。ただそれをするためには、やっぱり元々の体験として日本語で非常に繊細にものを考えられなければいけないんじゃないかというふうな意見が書かれています。だからこそこの斉藤先生がおっしゃるのは、僕の目指している英語教育は日本を守るためとか、それこそ国防のための外国語、つまり英語を、違う国の言語ですよということを意識した上で、それを技術として高めていこう、国を守るツールとして、それ以上向こうの文化が、なんていうんですか、アメリカがこのやり方がいいから広めようって TTP 広げてようとしてますけど、そうじゃなくて自分たちの文化だって素晴らしいんだって、それを守って伝えていくためにこそ、そのツールとして英語を学ぶべきなんじゃないかというふうな意見が書かれています。まあ、それに対して皆さん様々な意見もおありでしょう。しかし、英語だけではなく、なぜ外国語を学ぶのかとか、翻訳とは何ぞやとか、そういったいろんなことが書かれている言語にまつわるカジュアルな本です。というわけで、大学に入る前に今一度第二外国語履修どれにしようかなとか考えることもおありでしょうし、ぜひ一度読んでいただきたいなと思っております。はい、以上です。ありがとうございます。それでは今から討論に入らせていただきたいと思います。彼女の紹介を聞いて質問がある方、どうぞ手を挙げていってください。いますか？リプロ生からでもいいですよ。リプロ生からでもどうぞ質問ありませんか？はい、それを読んだ前と後とで何か自分に変わったことってありますか？私は、私自身英語で高校教育を受けてきまして、まあ、一応バイリンガルと言えるレベルにはあると思っています。 でも何だろう、それって別にいいねって言ってもらえるし便利なこともあるけど、でも便利じゃないことだってあるし、それこそ英語ばっかり勉強してて日本語ができなくなる人っていうのをいっぱい見てきたんですよ。だから今日本で英語がいい英語がいいって言われてるのに私は疑問を持ってたので、この本がいいだけじゃないでしょ、でも英語必要だよねって言ってくれてとても嬉しかったです。はい、ありがとうございます。はい、質問、はい、質問どうぞ。タイトルに英語とフランス語と書かれてるんですけど、はい、それ以外の言語についての言及はありますか？ですね、すみません、きちんと英語とか、あとどうだったかな、翻訳に関する章でいろんな国の作家さんと、その翻訳に関する話が出てきて、例えばね、ミラン・クンデラとか、あの人どこだっけ、チェコの文作家さんかなのが、なんかこう、あのここの国のこの作家さんはなんか翻訳にいちいち注文をつけてくるだの来ないだのとか、それって本当にいいことなんだろうかとか、そういうのがありますので、まあ、メインは英語とは何ぞや、フランス語はどうなんだって話ですが、多少他の言語に関する話も含まれます。はい、ではちょうど時間が終わったのでありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、21世紀プログラムの本田と申します。ちょっとこの暑さのせいでちょっと、まあ、参っておりますので、富永さんと違ってですねマイクを使わせていただければと思います。私が紹介する本はこの怒らないことという本なんですが、皆さん最近楽しいですか？まあ楽しくもあれば楽しくないということでしょうかね。人は生きていく上でいろいろなことを経験しますが、まあ楽しいことというのはとても少ないですよね。
ほとんどがちょっと辛いことであったり悲しいことがあったりとかね、私の場合はそうなんですが、とても、いろんな感情が心に生じるわけです。みんな最近の、若者はといいますか、最近の風潮として悪いことがあったりとか嫌なことを感じたら怒らなければならない、怒らなければちょっとかっこ悪いとかですね、怒って何が悪いという感じの傾向に、最近の世論は動いていると思いますが、実際に本当にそれで幸せになれますかと、私は皆さんにお伺いしたいと思います。怒ってばかりいたらそれは辛いと思いますが、いかがでしょうか。その不言は同意ということでよろしいでしょうか。で、怒ったらイライラするし、とても何でしょうね、ムカムカして物を壊してみたりとか、人を殴ってみたりとか、人を罵倒してみたりとか、いろんなことをすると思いますが、そういうことばっかりしてたって一緒だよということを、この本では述べられています。この本を書いたのはアルバム・ルスマナサーラという、スリランカ浄土仏教のお坊さんなんですが、どなたかお存じの方いらっしゃいますかね。いらっしゃらないですね。あ、いらっしゃいます。そこでですね、この本は我々が人生を生きていく中で、ある種のバイブル的な存在になってくると思います。とても世知がない世の中ですけれども、その中でこうどうやっていかに自分の心の平静を保つかとかですね、その感情の起伏を少なくして生きやすく楽しくニコニコと笑って幸せになりましょうということが書かれていますが、一つ皆さんに今日せっかく来ていただいております、会場を埋め尽くすようなお客様に伝えたいことがあります。それは喧嘩の仕方です。喧嘩の仕方を今からお話ししますが、喧嘩というのは怒りで行うものですよね。例えば私がバカというと皆さんあまりいい気持ちはしないと思いますが、そのバカという発言を聞いたときにあなたはさてどうしますか。この本によるとバという音とカという音が別々に連続的に聞こえてきたにすぎません。その音を認識した我々が勝手に怒るんです。だから怒らないことはあっても怒らせないことというのはないんですね。我々が怒るというのは私自身勝手に怒っていることなので、例えば私がバカと言ったあなた方が怒っても私はバカという音を発したにすぎませんし、それはあなたがバカと恥じるようなバカなんだなと認識してそこでイライラするのはあなた方の勝手ですので、それは私が知ったことではないというお話にここではなっています。だからその怒りを持ってこられて、例えば、私がですねおもてなしをして待ってたとします。で、ある人が来て、例えば上田さんがうちに来てそのまずいご飯をですね作って置いておきます。そしたら多分食べたくないと思います。で、食べないで帰ったらせっかく作ったご飯もったいないので、私は多分家族と一緒に食べると思うんですが、怒りもそれと一緒で、私が怒りを持っていっても皆さんが受け取らなければその怒りはただのゴミに過ぎません。だからその怒りを受け取らないでポイントしてしまうとふっと心が楽になるんですね。だからこれからいろんなことがあっても怒らないで、あ、この人は何か言ってるな、この人は何を言ってるんだろう、人は何か喋ってるなぐらいの感じでですね、程よく微笑んであげて、君も頑張んなさいよ、私はそんな怒りみたいなね、ゴミみたいなものは受け取りませんよ言ってあげると、それは楽しい世の中に、ね、なっていくと思います。ということで皆さん怒りそうになったらですね、あ、今自分は怒ってるな、怒ることを知ることでその怒りが消えていきますので、どうか皆さん実践して楽しい生活を送ってください。以上です。はい、では本田さんに対して質問などありませんか。本田くんの専門とかメインテーマは何ですか。私のメインテーマ、この本を紹介したことによるメインテーマ、それは心の安定ですね。心を静かに生きると、何でも見えてくるので、波が立っていると川の中の魚は見えませんが、波が立たないと川底まで見えますね。
という話。もう3回以上。他に質問ある方いらっしゃいますか？その何が悪い悪くないというのはいろんな基準があると思うんですが、この悪いこと悪くないことということを考えるときに、我々は2つの考え方を持っていなければならなくて、1つは俗世間的な基準ですね。私たちが社会規範として持っているものに照らし合わせるやり方、それと、もう1つはその出世間的な、知恵の目で見た、この本の言葉を借りるのであれば、知恵の目で見た基準、判断の仕方というのが必要になってくるんですが、それはお坊さんのようにきちんと修行を積んで心をきれいにして、鋭い洞察力を持ってのみ、分かる、知ることのできることだと思うので、我々はまず法律を守ることとか、いろんな我々がまずやらないといけないこと、殺してはいけない、物を取ってはいけないとか、嘘をついてはいけないとか、そういう基本的な道徳を守ることから初めて自分の道徳倫理観というのを、育んでいけばよいのではないかと私は思います。ありがとうございました。皆さんこんにちは。21世紀プログラム1年の藤田と言います。私が今回紹介する本は知識と経験の革命という本です。これはもうバリバリの科学革命のについて書かれた専門書です。で、皆さんは地球が回ってるってことをご存知ですか？はい。で、重力が今実は私たちみんなにかかってるって知ってますか？ね、それはなんで知ってるんでしょうか？科学理論、ニュートンさんとかガリレオさんとかコペルニクスさんが考え出した科学理論っていうものがいつでも私たちの常識の根底になっていると思うんですけど、常識ってなんでそう思うんだろうっていう問いがなくても常識としてこう信じられますよね。で、それぐらい常識っていうのはとても強いものなんですけれども、その常識が崩壊したとしたら皆さんギョってなりますよね。それが起こったのが科学革命なんです。17世紀にこの時はだから地球が止まってて、その周りを太陽が回っているとか、そういうことが信じられていたのに、それが常識だったのに、その確固たる常識が崩れて、ニュートンさんとかコペルニクスさんとかそういう人たちの科学理論によって新しい常識が構築された。これ衝撃的な歴史的な事件なんですけど、それが起こったもう一部始終がここに全部書かれています。で、私は科学にも歴史にも興味がないんです。実は専門分野があまりなくて、実はとっても困っていて、で、なんでそんな私がこんなガチガチの専門書を持ってきたのかっていう話なんですけど、皆さん高校生ですよね。 A 君と B さん付き合ったらしいよっていう話、超盛り上がりませんか？ね、そういう話を日頃皆さんワイワイやってると思うんですけど、なんかそういう話になったら、いつみたいな、誰ってなるじゃん。あんたの知ってること全部教えてよってなるでしょ。そういうやり取りがこの本と私の間で起こったんですよ。だから私は今回この本を持ってきました。どういうことかっていうと、この本が急に天動説ってあったでしょ、理論がどうしてこんなにも長い間科学革命が起こるまでずっと信じられていたのか知ってる？それは理論が地動説に勝るぐらいすごく優れた理論だったからなんだよって言い出したんです。
えーってなって、それこそあの付き合ってるらしいよみたいな感じのテンションで、私はだって地動説、あ、天動説って間違った理論じゃないですか。間違ってる理論が正しい理論よりも優れているわけがないでしょ。だったら覆らなかったはずです。それが実はコペルニクスってあの公転してる、地球が公転してるっていう理由をすっごいごまかして書いてるんですよそれでも理論として今私たちは常識になってしまっている。それがなぜなのかっていうことが第一章でドバッと書かれます。それから私が一番びっくりしたのは第4章でこいつが突然あの数学と科学って実は最初めっちゃ仲悪かったんだよって言い出したんです。いや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 と数学あっての科学じゃないですか。数学に根拠づけられた科学であるはずなのに、え、それいつの話よ、じゃあ、え、どういう科学だったのよっていう、お前の知ってること全部教えるよってなって、でそれが4章に書かれていると。で、まあ何が言いたいかっていうとですね、あの専門書って本当にその分野に興味がないとなかなか手に取れないですね。手に取ったとしても最初の何ページかですぐ挫折して、これも文字めっちゃ多いです。で、あの結局なんかこれも本図書館で借りたんですけど、まあ、あの借りる期間延長、ね、してなんか嫌な気持ちになって返すみたいな、そういうことが多いと思うんですけど、あのこいつが言ってること全部が面白いわけじゃないと思うんです。ただ私がさっき言ったようにこいつが言ってる数トピックかはめちゃくちゃ面白いんですよ。だからその何個かだけを拾い上げて読んだらいいじゃないですか。それこそ高校生みたいなテンションでこいつが言ってる自分の興味のある分野だけをかいつまんでいろんな専門書を読んでほしいんです。それがあはい以上です、はい、それがそれがあ、あのいいですか、ニプロニプロ、そうはい、終わりです。ありがとうございました。はい、では質疑応答に移りたいと思います。質問ある方どうですか。どなたか、高校生でも はい、じゃあ女子天動説ってどういう点で優れていたか教えていただきます。ですね、それはまあ実際すごく難しくバーって書いてあるんですけど、なんか地動説ってそもそも欠陥があるんですよ。あ、てか地動説で、あ、地動説でも天動説でもネックになったのがこう天体がこう回るじゃないですか。それが 逆光運動をするんですよ。でそれを説明するのに天動説と地動説とどっちが都合がいいかっていう話で、あのプトレマイオスだったかな、天動説を提唱したかった、ちょっとテスト期間なんだけどテスト範囲なんだけどあのその人は、あの天動説を提唱した人はその時に地動説の可能性もちょっと考えてたんですよ。もしかして地球が動いてるかもしれない。でその時にどっちを動かした方がこの天体が予測しない動きをすることを説明できるかって考えた時に天動説の方があのすんなり説明ができたんです。だから天動説がより優れているとずっと言われてきた、うん、その詳しいことはねぜひ読んでいただきたいはい、なんか、はい、でもあとの何か、はい、ぜひ読んでください。これあの旧大の先生が名誉教授があの役を担当しています。この人の授業とても面白いです。私とってますぜひ旧大で受けてください以上、はい、ありがとうございました。よし、では皆さんこんにちは。21世紀プログラム1年の上田梨紗子と言います。よろしくお願いします。じゃあまず皆さんにフランクな質問をしたいと思います。最近誰かに嘘をつかれましたか。そしてその嘘によって何か損をしたり迷惑を受けたりしましたか。はいと言える人、まあいると思うんですけど、私はそれは全員だと思っています。というのもなぜかと言いますと、今日紹介した本に絡むんですが、こちらです。新聞テレビはなぜ平気で嘘をつくのかっていう本です。まずこの本を見た時にタイトルにびっくりしたんですけど、結構嘘ってありふれたものなんですよね。
まあ、それちょっと皆さんに聞きたいのが、小中学校で初めてインターネットを使った時に先生から言われませんでした？インターネットは嘘の情報が多いから気をつけなさい、だから代わりに調べ物するときは新聞とか読んだ方がいいよって。私はそう言われて、もう新聞とかテレビは素晴らしいと思って生きてきました。しかし、もうこの言葉、そうですね、インターネットは嘘ばっかりで新聞テレビは本当だっていう、その私にはその考えがあったんですが、それがある日を境にガラガラと崩れてしまいました。その日っていうのは、まあ、皆さんも多分わかると思うんですけど、2011年の東日本大震災の一連の出来事の報道ですよね。あの時に多分皆さんも新聞とかテレビを見てたと思うんですけど、私も見て本当にショックを受けたし、とても混乱しました。でその中でニュースとか見ながら感じたのが、ニュースを報じている側も手探りの状態だし、なんかかなり情報もぶれているし、これは多分嘘も混じっているし本当のこともあるだろうけど、かなり揺れているなっていうのを感じも見ながら感じていました。でその私高校で放送部に入ってて、番組とかもいっぱい作ってたんですけど、そういう側としてもいろいろ考えさせられることがあったし、あの一連の出来事の報道を私は今でも忘れずにいます。でこの本の中に何が書いてあるのかと言いますと、その時の震災の報道で、の中の9つの嘘っていうのをメインに取り上げられています。まあなかなかえぐい嘘があるんですが、まあ例えばもう今は分かっているんですけど、当時はメルトダウン、原発の中でメルトダウンが起こっているのにまだメルトダウン起こっていませんって報じたり、本当は起こっているのに、でその後も本当は起こっていたっていうのが分かっているのに報じた側は、いやあれは炉心余裕であってメルトダウンではなかったみたいな、自分の間違いを訂正せずにそういった適当に日本語の言葉を使ってごまかしたりしていました。そういうのを入れるともう信じられなくなりますよね。で特に大体もうすごいこれはひどいなと思った嘘が、当時の経済産業大臣がいて、その人が放射能をつけちゃうぞっていう発言を記者にしたことで新聞に大々的に取り上げられ辞職していったというのがありました。でもそれ実は大嘘なんですよね。その経済産業大臣は一言も放射能つけちゃうぞなんて言ってないし、放射能という言葉すらも使っていないということが後々その時録音されたビデオテープで明らかになりました。じゃあなんでその嘘をが報じられて、しかも辞職にまで追い込まれてしまったのかと言いますと、実はっていうのは言わないで、これを読んでいただければわかると思います。まあぜひ読んでください。で、まあ私はその言ったように高校で放送部っていうのをやってきて番組を作ってきたんですけど、そういう今の日本のメディアの実態も知っていたから、私は絶対に嘘は報じたくないと思って、真実だけをメイン、真実だけを絶対に伝えるように、そこを一番大事にしてきました。絶対に私は嘘を伝えたことがないと言える自信があります。っていうのは嘘ですで、みんなこんな感じで簡単に騙されてしまうと思うんですよ。まあそういう軽い嘘ならいいと思います。でその自分が伝えるっていうのも私はすごい好きで、このポスターも書いたんですけど、このポスターの中にも嘘はありますっていうのが、8名じゃなくて今日9名、2名棄権して6名だったりとか、まあそういうしょぼい嘘もいっぱいあるんですけど、とりあえず私たちの身の回りには嘘があふれているということを自覚していただきたいです。そしてこの本を読むと、まず今日の、夕方のニュースを見る目が絶対に変わります。なんで新聞やテレビがあんなに嘘を大々的に報じているのか、これを読めば分かります。そして明日の朝朝刊、新聞の朝刊を読むときもちょっと読む目が変わります。全部信じようとするんじゃなくて、ちょっとこれ嘘っぽくないかなとか思ったり、そういう疑う目線のきっかけになる本になってくれたら嬉しいなと思います。まあこんな感じで皆さんどんどん毎日騙されていると思うんですが、騙されないためにも、そして自分が損をしないためにも、ぜひ読んでいただきたいと思っております。ちょっと早いですが、以上で紹介終わります。はい、では討論に移ります。上田さんに質問がある方どうぞ。ありませんか？お願いします。報道に嘘が混じってしまうのは不可避だと思うんですよ、うん、どっかを取り上げればどっかを隠すことになってしまうから、そこについてはどう思いますか？私はその嘘の度合いにもいろいろあって、今言ったみたいにこんな8名が6名だとか、マジ超どうでもいい嘘じゃないですか。そういう嘘、それは嘘じゃないんです、しょうがないことなんですけど、そういうのは仕方ないと思っていますし、私もドキュメント番組とか作ってきて、
自分の予想していた事実と違う事実がそこにあったとして、でもそれはつまらない事実で展開的になんか番組が面白くなくなるんです。でそういう時に使うのが、そこを大々的に強調するんじゃなくて、実はこういうことがあったけどこういうことがありましたでちょっとさらっと流す感じ でそういうのも実は本当は嘘じゃないけどそういった作為とかが含まれていて、まあある程度の嘘とかごまかしっていうのはしょうがないと思っています。でもさっき言ったみたいに人の人生を変えてしまうような、辞職に追い込んでしまうような嘘というか、その時はそのまあインタビューとかを使って人が言葉と言葉を言葉をつないでこういった新聞とかテレビができているから、途中で結構コロコロ伝言ゲームみたいに変わってしまうことで、そこに嘘が生じてしまうのは仕方ないと思うんです。だからこういう全国民に発信するような機関とかが何かを伝えるときには、そこを正確に誰かでこう適当につないでいくんじゃなくて、ちゃんと私的にはインタビューした人がそのまま原稿を書いて、それをちゃんと生で伝えるようなニュースとかを作り上げていくべきだと思っています。そんなところです。はい、皆さん、はい、お願いします。先ほど小さな嘘だったらいいと思いますけどっていうことが聞こえたんですが、それは本当にそうですか？そうですね、いいとは思わないんですけど、時には、まあ、好きな人とかにこういうところがかっこいいよみたいな相手を幸せにするような嘘だったらいい。それ嘘で言うの？いや、まあ、みんなが幸せになるならそれがベストだと思っているので、そういう嘘はいいんじゃないかなと思っています。終わります。はい、ありがとうございました。はい、Hello everyone。あの名前がローンなので、ちょっと英語で来るかと思ったかもしれませんが、まあ、残念ながら日本語です。今日は皆さんが大嫌いなものをたくさん持ってきました。まあ、理科の教科書ですね。まあ、図書館をうろうろしてるぐらいだったら、まあ、この辺は文系の方が多いかもしれませんが、僕がちょっと言いたい問いかけがあります。あの高校の理科の教科書とは、どういうものであるべきだと思いますか？あの自分が、まあ、僕は理系として高校で理科の授業を受けてきましたが、その中では高校の理科っていうのは本当暗記演習で本当に面白くなかったっていう記憶があります。で、まあ、本当にこんなものでいいのかっていうのがあります。実際、大学に入りますと、実際、まあ、こんな生物とか科学とか、たとえ文系の人でも一応ある程度科学系の理科の基礎は学びますよね。そういう内容も結局はまあ 100% だったり9割、理系であってもほとんどが9割ぐらいは使わないのが現実ですね。なんでこんな頭に詰め込んだ挙句結局使わないっていうのは非常に無駄なんじゃないかと思います。で、現在日本では理科離れ理科離れって言って、まあなんか騒がれてますけど、その理科離れの原因って結構簡単、まあそのはい、理科離れのその原因っていうのはすごく簡単だと思いますね。この教科書が全然面白くないっていうことだと思います。で、そうですね、なので僕が理想とする教科書っていうのは、結局9割使わないんだったら頭に無駄な知識を入れるんじゃなくて、本当に科学を面白いと思えるような面白い教科書を作るべきなんじゃないかと思います。でですね、小学生の頃って例えば洋装、洋装液をこうじゃがいもで垂らしてこう紫になったってお喜びしますけど、とか BTB 溶液でちょっと黄色になったってわーってやったと思いますけども、高校生になるとさすがにそれを見てもはぁみたいな、結構割とテルミット反応とかでもはぁっていうような結構人もいて、なかなか高校生の気を科学に引かせることって結構難しいんですよね。そこでですね、まあ、こんなちょっと面白い教科書はほっといて、僕が今回紹介しようと思う僕の理想の教科書っていうのが、このありえない理科の教科書、薬理教室っていうところが出版してます。これちょっととある県で有害図書に指定されたちょっと危ない本なんですけども、九州大学の本もなんか僕の今回の影響でなんか注文してくれたということでちょっと嬉しいんですけども、この本っていうのは、はっきり言うと、ありえない理科の教科書っていうぐらいなんで、非常にちょっと法律ギリギリか、普通にもうブラックな方向の科学
なんでいわゆる、まあ、科学の暗黒面についてかなり書いてあるような本です。例えば、まあまあ、麻薬の製造方法だったり、正しい、まあ、注射の打ち方とか、爆薬の作り方だったり、まあ、放射性物質の濃縮の仕方、優しい濃縮の仕方みたいな感じでとか、まあ、人を確実に毒殺するためにはどうすればいいかみたいな話がふんだんに載ってるんですけども、で、まあ、結構パンチはあるんですけども、なんだかんだで高校の理科の教科書に書いてある内容がきちんと踏まえられているんですよね。例えばあれ、ちょっと落としてしまいましたけど、例えば皆さん文系であってもモルって多分扱ったことあると思いますよね。僕結局この教科書のこの文字だらけのこれ読んでも全く分からなかったですね。もう本当モルって何なんだって毒を盛ることかって思ってで、まあで、まあ、毒殺で学ぶモルっていう章があるんですけども、これは確実に人を毒殺するにはどうすればいいかっていう、まあ、ちょっと一見暗黒面な知識を使ってモルをすごく分かりやすく紹介してるんですよね。こんな感じで内容すごい危ないんですけども、結局この教科書と同じことを説明してくれるということで素晴らしい教科書だと思うんですよね。 でもこういう危ないことを説明して本当にいいんだろうかっていう疑問があると思いますけども、私は、科学の明るみで何かこう立派なことをしようと思っている時ってやっぱりその科学の暗黒面、暗い方も知っとかなきゃいけないと思うんですよね。で実際例えば放射線が怖いってありますよね。それって本当にあなたはその放射線を理解して怖いと思ってるのかっていうとちょっと違うかもしれませんね。なのでこのような怖い科学を知ることによって身を守るっていう今の日本人に非常に必要な知識も学べると思います。ぜひとも、まあ、手に取ってみて、まあ、ちょっとマークされるかもしれませんけどぜひとも読んでみてほしい作品です。以上です。というわけで急いで討論に入ります。質問ある方どうですか。はい、質問、はい、が質問します。その教科書の中で実際にやってみた実験とかありますか。ちょっとまあ逮捕されたくないんで言いません。どこでその本見つけたんですか。この本はですね、僕の友人が持ってたんですけども、友人がまあ面白い面白いって言ってたんですけども、なんか実行できそうもないような人だったんですね。で僕はものづくりとかいろいろまあ実験とかやっててやれる立場にあったんでちょっと手に取ってしまって、で結局これは6年間借りっぱなしなんで大学に持ってきちゃいました。友達のものですね。はい、ありますか。それいくらですか。一冊1800円ですね。薄いね。まあ、多分中古では500円台とかに出てますので、ね、他30秒ありますね。質問どうですか。喋る。じゃあちょっと一つ理系の人いますか。ちょっと手を挙げてくださいですね。多分物理でコンデンサーっていうのを学んだことを学ぶと思うんですけども、コンデンサー数式さっぱりわからないですけど、あれ実際作ってみるとすごくわかるんですよね。実際作ると、まあ、即死レベルのコンデンサーをたくさん作れるんですよ。すごく面白いんでおすすめです。はい、ありがとうございました。皆様、ようこそお越しくださいました。まあ、ジョシュア君が明るい話題にしてくれたところでありがた、あれですが、僕はこんな感じでしゃべります。そうですね。自分たちは21世紀プログラムの学生で、栄養入試に入ってきています。皆様、一般入試で目指される方が多いかとは思いません。まあ、私たちが皆さんと違うのは、いろいろ違うかもしれません。幸いであったのは、志望理由書を書くんですね、私たちは。どうしてこの学部に入りたいですか。あるいは皆さんは将来何を学んでいきたいですか、どういうふうに考えますかということを聞かれます。それは別に皆さんがもちろん今高校生である皆さんが今の時期にこそ考えるべき話題だと思いますが、まあ、なかなか受験勉強で忙しいと考える暇はなかなかないのが実情だと
思います。それを幸いにして僕たちは夏休みとかの間に、まあ半ば強制的にですけど隠されるわけです。それはでも幸いな経験です。それは絶対に今皆さんが積んでおくべき経験だと思います。その時自分はですね、まあ、多分人生の中で初めて本格的に自分自身に問いを発するわけですね。自分の心に自分に聞くわけですね。それは辛いわけですよ。それは自分の心の言葉を聞いて、それを言葉に人に分かるように書くわけですから難しいんですよ。辛いんですよ。なのでその助けをちょっと求めまして、いろいろ家にあった本を読み返しました。まあ、そんなに別に普段から僕は本を読むわけではないけれども、読み返したときに、まあ、一つ役に立ったのがあったのでご紹介しようかなと思うのがこちら、ちょっと紹介ですね。内村鑑三著後世への最大遺物、まあ、付属でデンマルク国の話っていうのもついてますけど、まあ、せいぜい本編は100ページぐらいのすごい小編です。すぐに読みます。これが出版されたというか、これそもそも講演なんですね。講演なのでこの古い本なんですけど口語体で書かれてるので読みやすいんですが、これが出版されたのは、出版されたというか、これ講演が実際にあったのは日清戦争が起こった年ですね。日清戦争開幕のまさにその年です。私は残念ながらその年をよく覚えておりませんが、まあ、皆さんは覚えているんでしょうか。というわけで、まあ100年以上前ですかの話なんですが、これは非常に役に立ちます。まあ、どういう話が書いてるかっていうと、まあ、私たちはこれから、まあ、まだ若いですから何十年、まあ、何年ですかわからないですが生きていくわけですが、まあ、もちろんゆくゆくは死ぬわけですね。それはそうです。まあ、その後の世界がどうなるかは、まあ、本田君に聞けばいいんですけど、うん、まあ、せめて生きてる間、まあ、短い人生と捉えるか長い人生と捉えるかは知りませんが皆さんのご自由ですが、まあ、せめてこの生きてる間に、まあ、私たちがこう仲間に出会えて、あるいはいろいろな、なんですかね、良いことがあって、まあ、辛いこともあったりしたけれども、そういう経験をさせてくれたこの世界に何か残せないかなという、まあ、何ですか、問いの問いかけからこの話は始まります。じゃあ何を残そうかって考えるわけですね。内村鑑三がこのキリスト教の何ですか、勉強会というかじゃないですね、何ですかね、その学校の、まあ、夏、まさにこの時期だと思いますけど、夏休みの講演かなんかでやったみたいですけど、これまさに学生に語りかけてるんですね。なので皆さんにちょうどいいと思うんですが、何を残しますか。まあ、お金っていうのがまず一つあります。お金は癒しいと思いますか。でもお金を残せるのは素晴らしいことですね。お金は必要ですよね。皆さんも普段、まあ、まだ実家に暮らしてるかもしれませんが、一人暮らしをするようになったらましてやお金っていうのはすごく気を使いますね。でもじゃあお金を何ですか残すっていうのは、でもそういう優しくないですね。お金を稼がないといけないですね。まあ普通はそんなにたくさん稼げるもんじゃないですね。じゃああるいは何ですか、自分の思いを言葉にして書きますか、文章を書きますか。それも素晴らしいですね。こういう文章が実際残ってこれを僕が読んですごい助けになっている、これは素晴らしいことですね。こういうことを残せるといいですけども、まあこんな文才も なかなかない、普通の人はなかなかないでしょう。僕もないです。なのでそれも難しい。じゃあみんなに誰にでも残せるものは何がありますか、何がありますかっていうのがを、まあ、内村鑑三は学生に問いかけながらだんだんとこの確信に近づいていくわけですね。それはまさにこの本で皆さんが読んでほしい部分です。これ幸いなことにですね、もう100年以上前の作品ですから、ちょっと失礼、著作権は切れてるんで青空文庫内なんないでインターネット上で無料で読みます。なので皆さんぜひ、これは小編ですから100ページも満たないぐらいです。なのでぜひ一度手に取って読んでみてくれるとすごく ためになると思うのでぜひご一読ください。では討論に移ります。大滝さんに質問ある方どうですか。でも構わないですよ。あ、そこの高校生の方どうぞ。はい、難しいですね。私は
まあ、なんていうんですかね、これはちょっと長くなってしまいますけど、短く言いましょうか。考えを形にすることっていうのを目標、なんていうか、テーマにして、この学部に入ってます。それは実際にどの分野で残すかっていうのは、私はまだ決められません、決めてません。まあ、例えば、考えを形にする。例えば、自分がこうあるべき姿を、例えば、なんですか、都市設計にデザインして、それを残すとか、あるいは細かな、ね、自動車の設計とかやったりとか、そういうのを思いますけど、まだ決めてません。この本は、むしろ何を残すべきかっていうふうに捉えるよりは、みんなにも、誰にでも残せるものがあるという救いですよね。皆さんが考える上で何を残しても構わないと思いますけれども、ただそれを考える上で、やっぱ辛くなると思いますね。私何残せるんだろうって。もしかしたら何も残せないんじゃないかなと思う時があるかもしれないです。本気で考えるとなかなかそういう機会はあるんですが、その助けになる。でもそれでも私にはこういうものが残せるんだっていう、そういう支えの本として読んでいただけるとすごくいいかと思います。なのでこの本は直接には何というか何を残すべきかみたいな、そういう具体的なことは書いてありませんが、概念的なところで支えてくれるものだと思います。誰にでも残せるものにそもそも価値ってあるんですかねっていうのと、あと、そもそも残すことに執着する必要はあるんでしょうかね。別にないと思います。源氏物語でも書かない限り、300年後には源氏物語はですね、この中でちょっとディスられてて面白いんですけど、まあ、ごめんなさい、あまり時間がないですが、別に残す必要はないですが、でももしそう思ってくれたなら、例えば自分たちがこの生まれてきた時よりも死ぬ時に世界が少しだけでも良くなってたらいいなっていう思いに共感してくれたら、それは何かこう、なんだろうな、残せるものがないかなっていう思いに私はなりましたね。別に皆さんがそうなれとは言いませんし、そういうことも言ってませんが、もしそういうことを考える機会があったら、まあこれはきっと助けになると思います。すみません、病み上がりで喉とかちょっとやられてるんで、マイク使わせていただきます。皆さんが、私が、紹介するのはライトノベルの、文学少女見習いの卒業です。まあ、この文学少女シリーズはのっていうのの、まあ、番外編のようなもので、見習いはもともとの本編は、登場人物であるコノハっていう人がまず昔、小説とかで新人賞ありますよね。あれに応募して、で最優秀賞みたいなのを取った時に、ただそれを取ったことによって、その時自分が一番大切だった人が自分の目の前で飛び降りて、それがそのことにで自分に傷を、まあ、その子は助かったんですけど、そのままコノハの元からいなくなってしまって、でコノハはすごく傷ついて、でその時期も一時期の部屋から出てこられない状態になるぐらいまで苦しんで、でその文学少女自体は、そのコノハが高校に上がって、で東子先輩っていう人に出会って、でその傷に立ち向かって、で進んでいく物語で、私がこの文学少女、本当はこのシリーズ全巻持ってきたかったんですけど、広島から九州まで来るのに、さすがに全巻持ってくるのはあれだなって思って、これだけだったんですけど、なぜこのシリーズを選んだ、この巻だけを選んだかっていうと、私がそのこのコノハ主人公、東京ディーブのコノハ君が、その一番の傷だった、そのことを乗り越えたって思った巻がこれだったからです。それもともとコノハ君は自分がその作家になったっていうことが多い目で、ほとんど誰にも明かしてなかったことだったんですけど、この見習いシリーズは
その東子先輩が卒業して、で、木の葉くんが先輩になって、なのちゃんっていうこの表紙の子なんですけど、この子が、入学してきての物語っていう感じなんですけど、その この見習いシリーズの卒業は最終巻なんですけど、そこでなのちゃんとかのその周りの人に自分がその作家であるっていうことを言うシーン で私がそれで一番推したいって思った言葉が、自分の力で立ち上がって歩き出さなければ物語は止まったままだと、その人は僕に言いました。どんなに苦しくてもページをめくり続けなければならないと。そしたらいつか満天の星空が見える場所にたどり着けると、という言葉です。私は人生が一つの物語だと思っています。いろんな困難があったり挫折したりすることもあります。実際に私は何度も心が折れそうになって沈んで泣きそうになったことだってあります。でもだからこそこの物語を読んで、その場所で立ち止まったままではいけないと思えるようになりました。立ち止まらず進んでいればいつかいいことがある。さっきの言葉で言うと満天の星空ですね。それが訪れる。だからこそ今立ち止まるんじゃなくって、ちょっとつまずいたけど体勢を立て直して進んでいく、それが大切だって思えるストーリーです。私だから、まあ、私はこの卒業をするんですけど、文学少女シリーズを皆さんには全部どっかできたらしてもらいたいなって思います。ライトノベルなんで、あんま手に取りづらい人も多いかもしれませんが、読んだら面白いし、実はこの物語はいろんな文学作品をなぞらえてて、これも夏目漱石の心をなぞらえている作品なので面白いんで、よかったら読んでください。はい、では質問などありますか。ありますでしょうか。あ、どうぞ。文学少女の本編が8冊で、ちょっと待ってください。多分16じゃないかな。本編である文学少女が8冊で、番外編である見習いが3冊で、短編集が4冊の最終話が1冊みたいな感じなので。他質問ある方、どうぞ。どうぞ。このストーリー、この言葉がなぞらえているわけじゃなくって、このストーリー自体がもともと先生と生徒っていう立場の子たちと、あともう一人男の子がいて、でそれが夏目漱石の心の先生と女の人と K っていう男の人になぞらえてて、でもとっても現代風で面白いお話になっています。だから、ね、もう時間がないんですありがとうございます。初めてなので緊張していますが、よろしくお願いします。今の時期はすごく暑いですけど、皆さんの夏の思い出って何でしょうか。私にとっての夏の思い出はカブトムシではなくカブトガニなんです。カブトガニ、皆さんご存知でしょうか。生きている化石と呼ばれてて、約2億年姿が変わらないものです。で、
私が初めて会ったのは小学校2年生の時にテレビのニュースで私の住んでいる地元の曽根干潟というところにカブトガニが産卵にやってくるという話を聞きました。でとても期待に胸を膨らませてやっていったんですけど、実はその日は日が合ってなくていなかったんですよ。で調べてみたら大潮で満潮でしかも前後2時間1時間以内で一定の水温以上じゃないと産卵に来ないっていうことが分かったんですよ。でそれから足しげく通ったらやっと会うことができたんです。でそれはなんというかすごく宇宙船のような形というか少し変わった形をしてて、当時小学校2年生の私にとっては強烈なインパクトを与えたんですよ。でそれからというものを私はカブトガニ大好きになって、で今回紹介する本はこのカブトガニという本です。で、このカブトガニの作者の総司のりゆきさんというのりみちさんという方はカブトガニ博物館っていうのが世界で1個だけ岡山にあるんですけど、その副館長をされている方です。でそこ私も行ったことあるんですけど、飼育とか人工飼育とか展示とかいろいろあってて、でそれを元にして書かれた本です。でとっても面白いんですけど、とても内容が多いので私が気に入った2つをお話したいと思います。まず1つ目はこのカブトガニって実は3ヶ月間だけ活動してて、あとの残りの9ヶ月間はほとんど餌も食べずに休眠してるんですよ。でその普通9ヶ月も食べないで生きていられないじゃないですか。でその9ヶ月をどうしてるかっていうと、実は肝臓に秘密があるんです。肝臓で養分を取り込んでそれを脂質に変えて、で、もう一回それを再吸収して生き延びてるんですよね。例えるとラクダのコブみたいな感じです。でそんな風にこうすごい生命力を持ってるんですよ。でもう一つがカブトガニの食文化についてです。カブトガニ食べたことある人いますかね。いないと思いますけど、日本の一部の地域とか、あと中国とか南西諸島の方とか、あの辺の人たちってカブトガニを食べるらしいんですよ。で主に卵とかで、それ以外にはなんか臓器とかを焼いて食べたりとか、ね、一番有名なのがこう中国でバーベキューの網の上にそのままガンって乗せて焼いて食べるらしいんですけど、実はカブトガニの4種類ってそのうち1種類は猛毒持ってるんですよ。でうっかり食べてしまったらフグと同じような毒なんで死んでしまう恐れがあるんですよね。 でもそういう危険もあるんですけど、味はカニのように美味しいっていう人と脂っこくてとても食べられないっていう人がいて、で実際脂っこいんですよカブトガニの身って。だから私は食べられたもんじゃないと思います。いや食べてないですよ。そんな感じです。で、でも最近はこれカブトガニって庶民の味だったんですけど、環境が壊されて破壊されて開発が進んで最近高級料理になっててあんまり食べれないそうです。でカブトガニっていうのは実は血液がエイズウイルスに効くような薬とかが今開発されてたり、内毒素っていう毒素を検出するときに使われてたりするんですよ。で今後の医療の発達のためにも食文化の多様性を守るためにもカブトガニの保護はとても大切になってくると思うんです。でこの本はとっても初めて読む人でも分かりやすい本になってるので、ぜひ生きてる化石と呼ばれるカブトガニのことを知ってみんなに自慢してみてください。以上で終わります。少し長くなって早くしまったのでちょっと余談です。実はこの本の中にはカブトガニに予知能力があるのではないかということが書いてあります。で興味がある人はぜひこれ続き読んでみてください。あ、また長いので、カブトガニは目が5個あるんです。複眼が、3つで、表に4つあって裏に1個あります。はい、あ、終わります。はい、ありがとうございます。はい、討論に移らせていただきます。ぜひ彼女に聞いてみたい。あ、はい、はい。
その毒のあるカブトガニっていうのは、見た目で見分けられるんですか？あ、それが4種類種類が違って、丸カブトガニって言うんですけど、尻尾が丸いんですよ。丸いっていうか、だから分かるんですけど、現地の人はあんまりこう知識がなくてうっかり食べちゃう人とかいるらしいんですよ。だから今は結構教育が進んでるらしいんですけど、ちょっと怖いですね。他いらっしゃいますか？はい、どうぞ。カブトガニの下についてるんですよ。はい、何を？あれは砂の中に潜るじゃないですか。カブトガニって砂の中に潜るから、もともと1個ずつの目って良くないんですよ。で、下の目っていうのは光を感知するためのものらしいです。はい、他いらっしゃいますか？はい、どうぞ。何がと言われるとちょっと、もう全てがって言いたいんですけど、もう小学校2年生の頃からずっとこう研究してたんで、もうなんか全部好きです。あ、でもちっちゃい赤ちゃんとかこんなちっちゃいんですよ。で、それとかすごい可愛らしいので、まあ、機会があれば見てください。はい、どうぞ。卵を食べるって言ったんですけど、はい、卵はどのように？塩茹でにして食べるそうです。で、卵ってあれなんですよ、カブトガニの赤ちゃんが透けて見えるんですよ、くるくる回ってる。あ、でもさすがにそこまでカブトガニの卵ってだんだん皮がむけてってだんだん大きくなるんですよ。で、中がだんだん透けて見えるようになってくる。始めば乳白色色っていうか、そんな感じでちっちゃいんですけど。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ニプロにおいで。はい、ではこれからチャンプ本を決定するために挙手による投票を行いたいと思います。はい、では高校生の方も含めて自分が一番面白いと思った本にだけ手を挙げてください。シンキングタイム、今いりますか？自分の本には手を挙げちゃいけません。あ、紳士協定として自分の本には入れちゃダメです。はい、では大丈夫でしょうか？はい、では1番、富永さんの英語の企み、フランス語の戯れ、読んで、一番読んでみたい。はい、1名ありがとうございます。すごい面白かった、面白かった。はい、では続いて、あ、1番の方聞いてなかった。で、2番、本田さん、怒らないことを読んでみたいと思った方、1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、8名ありがとうございます。続いて3番、藤田さん、知識と経験の革命、読まれた。はい、2名ですね、ありがとうございます。続いて4番、上田さん、新聞テレビはなぜ平気で嘘をつくのか、 1,2,3,4,5,6,7,8、 はい、ありがとうございます。はい、5番、ローン君、ありえない理科の教科書。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,25,26,27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 ,25,26,
あ、じゃあ、はい。私読みたいんだけど。はい、続いて、高校生の方、7番、寺西さん、文学少女見習いの卒業。割れてみたい方。わー。はい、1名ありがとうございます。普通に面白かったよ。はい、8番、小園さんのカブトガニ。一緒にさ女子が出るのが20分ぐらいはい、というわけで今回のチャンプ本はローン君のありえない理科の教科書ということで決定しました。皆さん真似しないでください